長、はい、マグロの漬けの作り方を教えてください。はい、まずはですね、お醤油を準備します。使うものはお醤油、お酒、みりん、全部同量で用意してください。それをまずはお酒とみりん、これを火にかけてアルコール分を飛ばします。その後にそこにお醤油を加えて一煮立ちさせます。その後にそのお醤油を冷蔵庫に入れてキンキンに冷やしましょう。その後にスーパーで買ってきたマグロを適当な大きさに切り、さっとお湯にくぐらせて、先ほど作った煮切り醤油、キンキンに冷たいところにマグロを落として冷やします。そこから約30分ぐらい漬け込んで余分なお醤油を拭き取ったら完成です。詳しくは概要欄からチェックしてください。